ゆうふです、よろしくお願いします。私を幸せにして。
ちょっと今日はほとんど初めましてみたいな感じで、出演者さんも初めましてみたいな感じだったんで、ちょっと新鮮な気持ちで、おります。まあ、令和始まって5日経ちましたけど、私の一発目は、5月3日サンドスタジオノアっていうところの屋上で屋外ライブをしてまいりまして、いやちょうどいい天気だったんですよね。めちゃくちゃ暑くて脳天やられるかなと思ったんですけど、私がやる頃にはなんかちょっと落ち着いた夕方ぐらいになっちゃって、ちょっと寒いななんて思いながら、でもねかき氷とか売ってて、ブルーハワイ食べますって MC で言った直後寒くなったんで食べるのをやめるっていうのはやってましたね。今日は4曲オリジナル曲を持ってきていまして、雪の曲が多いんですけれども、私は札幌出身なんで、まあ儀式系があるのは大体冬、まあ冬っていうか吹雪いてるような時期になってます。入学式、卒業式、成人式、この3つは大体まあ吹雪いてるなっていう感じのところ育ちなんですが、まあ、そのせいもあってプラス私がこう失恋ソングばっかりを作るんですよ。私は自称失恋シンガーソングライターって言っているぐらいでシンガーソングライターって SSW って表記するんですけど、私は失恋シンガーソングライターなんで SSSW でちょっと S 一個多めでやらせていただいてますはい、そんな感じなんですが、私のオリジナル曲は本当に失恋ソングばっかりなんですよね。さっきあの雪音ちゃんがちらっとなんか放送しちゃいけないようならしいことを言ってたみたいですけど、私はそんなような恋愛体質なもんで、失恋体質な感じなんで、結構いろんな失恋をしておりますが、その中でも今次に歌う曲が、これはですね珍しく私の実体験や聞いた話なんかではなく、まあちょっとある友達の、なんて言ったらいいの、歌ってから話した方がいいですかね。 Only You っていう、これはまだ仮の名前なんですけど、だいぶ昔に作った曲で、あ、一回話しちゃおう。私昔コールセンターで働いてたんですけど、友達と一緒に働いていて、女の子と働いていて、結構出勤頻度も被ってたっていうか同じぐらいで働いてたんですけど、もう急に彼女が来なくなり始めて、でなんかなんで来ないのって言ったら、まあめんどくさいっていう理由だったんですけど、別にお金を稼い、それ一本じゃなかったんで、彼女は居酒屋二つとかやってたんで、三つ目の掛け持ちで別にやらなくてもいいみたいな感じだったみたいで、まあ、なんかあんま働かなくてもいいって言って、なんかめんどくさいから今日は休むわ、お腹痛いとか言い始めてる時期がちょっとあったんですよ。で私は毎日毎日コールセンターに行って彼女が来るの待ってるのに、来ないな、今日も来ないなっていうのを歌にしました。がこれは失恋ソングになっております。そういうところ、あ、そっから来てるのねっていうのを踏まえて最初の2行を聞いてもらえればあとは大丈夫です、寝てもらって、まあ、見えますからね。今日はちょっとすっきりした会場なので、一人一人の顔をしっかり覚えて出待ちしたいなと思ってますさらっと言いすぎて怖くなっちゃいましたね。はい、行きましょう。 Only youいつものように
懐かしい笑顔で帰ってきて、ねえ一人にしないで、いつまでも君が消えない、過ぎてゆく季節君の言葉もまだ少しだけ信じてるのは、明日なんていらない、君がいなきゃ意味がないよ、いつかほら私にくれた愛してると優しい声はもうここにはないの、いつまでも君が消えない、過ぎてゆく季節に取り残され、もう聞こえないの、こんなにも愛してる君だけを思うだけじゃ伝わらないのに、言葉にしてももう叫んだって届かない、いつものように懐かしい笑顔で帰ってきて、ねえ一人にしないで、いつまでも君が季節に取り残され、もう戻らないの、ただ君を愛してる。ありがとうございます。オニューでした。ちょっと久しぶりに歌ったら力が入って止まってしまいましたね。次に歌う曲が遠く儚くっていう曲で、この曲はですね、キャスファイル6、キャスファイル6、キャスファイル6の3曲目ちゃうダメだこりゃ、令和早々ダメですね。キャスファイル6の3曲目に入っております。私が作る曲はまあ大体似たような構成になっておりますので、まあ聞きやすいかなと思う中でも、これはちょっとだけ、ピアノと
私の声帯が頑張ってくれたっていう感じの曲になっております。遠く儚く、まあ、失恋ソングなんですけどね。夕焼け、太陽が落ちてくるぐらいの空が水色からピンクとかオレンジとかになっていくグラデーションみたいなのを見て書いたんですが、これはまさにフィクションでございます昔は実体験でよく書いてたんですが、さっきの曲とかもコールセンターに来ない彼女を思って書いた歌になっておりますし、今回のやつはただの夕焼けからできた曲になっておりますが、夕焼けイメージできるのかな、わからないですが、まあそんな感じで聴いてください。うん、曲振り下手かって感じですねなんて言ったらいいんだろうな、なんかグラデーション、なんかすっごい綺麗な夕日とか見た時って思わず私写真撮っちゃうんですよ。見ないから後で消すんですけどそういうなんかすっごい綺麗な景色と今置かれてる自分のなんかもうなんて表現したらいいか分かんないモヤモヤした気持ち、まあ振られただとかそういう気持ちとかのそのなんかコントラストじゃないですけど、そういうギャップみたいなもので感じたりとかよくするんですよ。なんかそうだな、例えば人が殺されましたってなった現場に実際に立ち会わなきゃいけない警察官とかって、なんか警察官、まあなんかその場に立ち会わなきゃいけない、まあ友人、証人の友人とかってもうパニックになりすぎて全然関係ない、あのカーテン綺麗な色だなとかふって思っちゃうとかっていうのを私は小説で見たんですよ。であるなそういうことって思って、なんかないですか、なんか絶対こういうこと思うべき場所じゃないときに、あなんか今日いい気温だなとか、あのガラスすっごい綺麗だなとか、ガラスすっごい綺麗だなと思わないかなんか私はもう振られてもう最悪って思って、もう泣きそうになりながら夜帰った最寄り駅の出た目の前にすっごい綺麗なモミジが咲いてたこと、咲いてたじゃない、生えてたことがあって、うわーなんでこんな綺麗なんだ、当てつけかって思ったことがあります。なんか自分の気持ちとは裏腹にそういう思いがパッと出てしまうみたいなところからちょっと連想した曲になってます。こんな感じでいいですかね。遠く儚くという曲です。聴いてください。完璧に見えていた君も
が終われば君はいなくなる。ただ出会う前に戻るだけなのにね。どうしたらいい。遠くの空はそっと色を変えて、散らかった心をただ少し温めてゆくだけ。伝わらなくていいよ、もう二度とその手には触れない。遠くの空にそっと思いを込めて、優しい色包まれた君にさよならのキスをする。とかはかなくでした。最後です。最後の曲になるんですが、道っていう曲を歌います。私は東京に上京してきて早2年、何もせず2年がただ過ぎて、何もせずただ2年年を取りました。私は札幌出身なもんで、まあ、どうしてももう私札幌っていうか北海道のことは海外だと思ってるんですけど、海を渡らなきゃ帰れないっていうのは本当に距離が遠くて、飛行機も高くて、お盆と正月は帰りたくても、LCC でも1万超え往復だと3万とかぐらいはするんですかね。本当に遠くて本当に高くて、なんで時期をずらして12月頭のめっちゃ安い時期とかに帰ってるんですけど、この間はですね、4月の14日に、このキャスライブが札幌であったので、それを口実にちょっとだけ帰省をしてきました。札幌のね、人たちもあったかくていいところです。札幌行ったことありますか？あ、ないですか？あるのはわかりますよ。札幌、皆さん東京こっちの方ですかね。結構地方から来られる方がやっぱ東京は多いと、東京に集まってくる人は結構地方にいる人がいた人が多いみたいな話もよく聞きます。私もその一員なので、よくよく気持ちがわかるんですけど、北海道のいいところを挙げればキリがないですが、そうですね、道路が広いところと、空の見渡しがとてもいいところ。東京来て最初に思ったのは、どんなに空見上げても絶対視界の端にビルが入ってくるっていうのがもう本当に許せなくて、最初息ができないぐらい本当に許せなくて、あとびっくりした、びっくりした話になっちゃった。びっくりした話、東京来てびっくりした話ですね。今のが1個目で、2個目が水道水がぬるい。これは私衝撃だったんですけど、あの牛カツ屋さんで働いてるんです、もう潰れますけど。そのなんかいろんな話題が飛び交ってますが、私の働いている、アルバイトとして働いている牛カツ屋さんは、今月の15日をもって閉店ということになりまして、私が食探しをしなきゃいけないっていう、そんな話は置いといて、その牛カツ屋さんで解凍しなきゃいけない、冷凍していた解凍しなきゃいけないものがあって、とりあえず水を出そうと思って水出したら一生お湯が出てたんですよ、夏に。一生お湯出るんだけどって思って、店長にすいません、なんか水道お湯しか出ないんですけどって言って、ちゃんと青い方ひねってるから、すいませんお湯しか出ないんですけどって、壊れたんですかみたいなって言いに行ったら、そんなことあるって言って触って、ゆうかって言うんですけど、ゆうか
これは水だよって言われて嘘だみたいな叫びました。営業中ですけど、これは水じゃないですよ、これはお湯ですよって一生言い続けたんですけど、これは水だね、許容範囲だねって言われ続けて諭されて早2年東京の水道をひねるとお湯だと私は思っておりますが、そう思いませんかね。思わないみたいですね、今の反応を見てるとね。さあちょっと喋った感じですね。はい、いい感じになりました。道というお湯の話をしただけっていうね。まあ掛け持ちはもう一つやってるんで、とりあえずいい職でも探そうかなって、ちょっとゆっくりしようかなって思ってます。道という曲はその上京するにあたって書いた曲になってまして、まあ卒業ソングみたいなイメージで作りました。まあうん、旅立つ側として作ればよかったんですけど、上京ソングなんでどうしても自分はなんか別れられる側の立ち位置にどうしても立ってしまう、まあ SSSW なんで、私は失恋シンガーソングライターなんで失恋シンガーソングライターらしく、私は、離れて行かれる側の目線で書いております。そんな曲ばっかりなんですけれども、さっきの東海花くんもそうだし、1曲目はこのままでっていう曲だったんですけど、離れて行かれる側の曲がどうしても出来上がってしまう、こんな私の人生です道という曲は最初が、チャイムみたいなイメージで作っているので、ちょっとその辺着目して聴いていただければと思います。では最後、道という曲を弾いて終わりたいと思います。どうもありがとうございました。イエーイ道そのままっていうね
け出すよ。ありがとうございました。ゆうふうでした。ありがとうございます。はい、ゆうふうさん。はい、はい、なんかさっきちらっと本名を言ってたけど、ゆうふうさん。はい、はい、ゆうふうと読んで大丈夫なんですね。大丈夫です。高橋ゆうかで、優しいに風でゆうかって読むんですけど、よく間違えられるんで、ゆうふうっていう活動にしてます。さっきトークで令和か令和なのかっていう話したけど、はい、これもユーフーじゃなくてユーフーが正しいの？どっちが正しいの？あ、それはシビアに行かせていただきたいんですけど、はい、ユーフーではなくユーフーです。ユーフー、ユーフーっていうの方が言いやすいですよね。わかるんですよ、気持ちは、うん、あとあれだよね、はい、F なのになんかでも F っぽく発音した方がいいの？ユーフーフー、ユーフー。あー、ローマ字表記だからってことですか、はい、まあそこは日本生まれ日本育ちなんでフーでいいです、はい。ユーフーなんだ。普通にユーフーでいいです。 H っぽい感じでもいい。 H っぽい感じで大丈夫です。なるほど、はい、寛容ですね。はい、その辺優しく。わ、はい、かりました、はい、ユーフーさん、はい、はい、久しぶりですかね。久しぶりでもない。そうでもないですね。14日に半月ぶり、違う、半月、まあ、ちょっと前か。まあまあ1ヶ月ぶりです。札幌以来。札幌以来です。札幌、はい、ね、札幌、札幌もあの時結構暖かかったよね。あの時だけですよね、でもきっと。そうなの。なんかあの後一回雪降ってませんでした。あの辺りって東京でもな、あの暖かい日が何日も続いてた感じで。そう、すごい、もう、ね、いい日に帰った。ちょうどいいタイミングで帰れましたよね。はい、はい、めっちゃいいタイミングで、はい、そう帰ったんですよ、はい、その時は暖かくてね、ニットワンピーだけ1枚で行ったんですけど、それでも暖かい、暑いっていう感じで。そうだよね、暑かったよね。東京より暖かかったです多分、はい。そうですね、そうそうそう、23度とかあってね、はい、うん、はい、そうそう、そのぐらいあった。そうそう、あの時もね、はい、なかなか素敵なライブしていただきましたけど。楽しかったですね。あの後何、なんかラーメンかなんか食べに行ったの？いや、あの後は家族でお寿司食べに行きました。お寿司、へえ。どんな、回るお寿司？いや、回らないお寿司。回らなくても十分なんですよね、北海道って。え、いや、ま、回る、回らない方が十分でしょ。あ、じゃあ回っても十分美味しいんですよ。うん、え、どっちどっちどっち。回る方です。回る方。花丸に行きました。あー、花丸ね。本当は祭り屋に行きたかったんですけどはいはい、美味しいよねわからないトーク。いや本当にね、でもね、あの美味しいんですよ。美味しいですよ。だって私ホタテ頼んだんですよ、普通の、うん、ホタテ頼んだら、うん、シャリにホタテ2枚乗ってきて、うん、2階建てホタテですって言って出されて、2階建てとは物理的に口の中がホタテでいっぱい。そうなんです、ボリューム満点なんだけども。そう、まあ仕入れ先がね、やっぱり新鮮だからさ。そうそう、うん、なんか全然違うんだよね。本当に美味しかった。美味しいんだよね。本当に幸せでした、うん、僕もなんか別な日に行きましたけどね。あ、本当ですか、うん、回る寿司ね。回る寿司最高ですね。回る寿司なんだけど、でも結局注文して注文するから ね。でもなんか一回ちょっと回ってるのを撮りたいみたいな、なんか子供の頃。撮る？え、撮ります。え、撮りません？回転寿司行ったことあります？ありますよね。え、撮りたくなりません、なんか回ってたら。
でもカラカラから見てるじゃん。狩猟本能なんですかね。わかんないですけど。回っててもあれはなんかディスプレイだと思って。回ってても注文しますよ。いや注文はするんですよ。ちゃんと食べたいものを書いてで、すいませんって言って出して、その間のあれですよ、ブレイクタイムに。あーなるほど。とりあえずブレイクタイムに、そうですそうですそうです。重要なものは取らない。いや取ります。え、そう。一皿500円とか。500円のってあんま回ってこないですよね。でもまあまあね、うん、私でも一回ミニッツメイドのリンゴジュースがどうしても飲みたくて取ったらめっちゃぬるかったです。多分一生回ってたんだと思う。ありがちなすごいぬるかった。うん、あーと思って。そうだよね。でも、ね、本当美味しいもんね、北海道。皆さんもぜひね、来ていただきたいですよ。あのツイッターフォローしてくれたら私いくらでもお店紹介するんで、本当に言ってください。北海道に来るときは言ってください。言ってください。あとラーメンもね。ラーメンうまいですね。ラーメンもね、僕も地元出身なんだけども、あまりにも名店が多すぎてどこに行けばいいかわからない。で結局有名なところ行って外さないっていうから、だいたいラーメン屋さん見つけたらどこ入っても大丈夫だと思います。そう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 、ね、本当にどこ行っても美味しい。基本的にね、うん、そんなに外れても外れても、まあ僕らには分からないぐらいの外れしかないっていうね。うん、うん、そうそうそう、本当に。あとは好き嫌い。あとはでも、あの地元の人って意外と普通の味噌ラーメンとか食わないでしょ。どういうことですか？普通の味噌ラーメン、なんかアレンジしてあるものとかさ、なんか札幌でも豚骨がさみんな流行ったり。ああ、なんかちょっとこってり系にしましたみたいな。地元の人ってやっぱり普通のさラーメン食うじゃない。うん、そうですかね、うん、観光客用っていうじゃないやつ。ああ、そうですね。観光客が食べる味噌ラーメンはあの味噌バターコーンラーメンなんで。そうそうそう。でもやっぱりあれうまいですけどね。あれは一度は食べないとね。でもあれは、あの来たら食べなきゃいけない登竜門ですね。あとジンギスカンとね。ジンギスカン私あんま食べないんですよね。ジンギスカン食べましょうよ。いや私これはあの言いたいのはジンギスカンじゃなくて、うん、あの札幌行ったら絶対に食べるっていうか買うのはカツゲン。あー、ソフトカツゲン。そうそうそう、分からないですよね。なんかヤクル、簡単に言うとヤクルトみたいな感じの乳製品なんですけど、ね、そうですそうです。なんだけどめっちゃ美味しくて、カツゲン、しかもカツゲンって名前だから漢字でカツに源にして、受験時期めっちゃ売り出すっていう。あ、そうなんだ。そうそう、売ってます売ってます。合格ってパッケージになって、験担ぎにぜひカツゲンを。カツゲンはねめっちゃ美味しい、ね、昔からあったよ。あれ大好き、うん、あんな形じゃなかったけど。ああ、そうなんですね、うん、私平成だから、平成だからあの形しかしない。そんな札幌トークが長くなったんですけどね。はい、札幌、はい、札幌、まあ、夏にまた札幌行きますよ。ああ、本当ですか、うん、ぜひあの日程合えばまた。私あれです、6月に友達の結婚式で帰ります。6月か、6月はいないですね。はい、今からまあじゃあのリークしとくと、7月の最後と8月の頭は北海道でイベントですね。おお、いい時期、一番いい季節に、いい季節、はい、皆さんも来たかったらぜひ、アーティストの皆さんもぜひお問い合わせください。いい時期、はい、まあ場所とか会場とかね、あの日程、詳しい日程とかまだ内緒です。はい、はい、はい、そんな感じでユーフーさんはキャスファイル6です。はい、どうですか、なんか反響ありましたか。え、あ、今日ありましたか。キャスファイル6今日持ってきてるよね、忘れてないよね。持ってきてます。うん、まさか忘れるなんてことはありえない、ね、物販忘れる人だからね、この人ね。いや、誰なんですかね、物販忘れる人だから。もう3月24日のね、3月に大阪遠征行ってきたんですけど、レコ発もレコ発一番最初の日程の日に忘れるっていう、ね、遠征で忘れるっていう。でもなんか財布忘れて遅刻したんだっけ。遅刻はでもそんなじゃないですか、言って。すいませんでした、開き直りましたね。いや、なんか財布忘れて乗りたい電車に乗れないと思って走っていったら、乗りたい電車が遅刻してるっていう、うん、はい、電車の遅刻でしたね。まあそういうね、人生の遅刻とか人生の忘れ物しないように気をつけましょうよ。人生の忘れ物、はい、人生の忘れ物、うん、いや、忘れ物する人ってね、自分の何か忘れるんじゃなくてね、自分で関係する何かがどんどん、ね、なくなっていくんでね。へえ、うん、気をつけないと。でも私はそんなことないと思います。そう大丈夫。もう忘れるぐらいならその程度のってことですよ。なるほど、はい、わかりました。ユーフーさんもね、あの物販席に並んでますので、キャスファイル6が、はい、一声かけてください。あと告知は何かあれば。告知は6月10日に私の友達が結婚式と、
6月22日それ告知来ていいの？一緒に応援してください。と6月22日に私の恩師が所属してるソウルマティックスっていうゴスペルのコンサートがあるんで、それに見に行こうかなと思ってます。ライブ、はい、ライブちょっと決まってないんで誘ってくださいっていう意味です。なるほど、わかりました、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ゆふでした。